今回の試合はインカレに出場するためには非常に大事な試合で、そこで勝ち点3を取ることができたのは良かったと思います。ただ点を決めきるべきところで決めれなかったりしたので、そこは中2日で山梨戦があるので、そこに向けて全員でいい準備をしていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。
Yeah!